私の一番のパートナーは飛行タイプのポケモンたち。飛行タイプか。ピカチュウ、戻ってきて。で、三人目は誰やろ。アッコはゴーストタイプ、もしかして。ぽいよね、なんとなく。さあ、三人目。多分ゴースト。ほらほら、アセロラおった。相変わらず可愛い。あれでも服こんなにボロボロな感じやったんや。全然知らんかった。はーい、古代のプリンセス、アセロラちゃんです。まあ、ちょっとキャラは痛い感じやけど。あ、これはなんか周りが囲まれて逃げれんなったっていう状態なんや。今初めて気づいた。よし、アセロラちゃん行くよ。口なしおじさんね。カプに選ばれたならともかく、人に選ばれての視点のはごめんなんだって。アセロラね、おじさんの分も戦っちゃうよ。なるほど、口なしさんは視点のには入らなかったんだ。まあ、そういうの好きそうじゃないよね。かわいい。何それ。さあ行くよ、アセロラちゃん。なんかすごいヘラヘラした顔だな。気が抜けそう。お、闇ラミ。ルナーラで聞くかな。あー、違うな。ここは、何タイプで行けばいいんだろうか。電気はまあ違う。カビゴン。怪力。怪力は絶対ダメなんで、ね、効果なし。やっぱりアシレルのムーンフォースか。さあ行け、アシレーヌ。あれやんね。四天王のとこに来てさ、アシレーヌ大活躍じゃない？ま、前回は寝てしまったけど。さあ行け、アシレーヌ、ムーンフォース。おし、効果抜群。これは、アセロラちゃんも、ストレート勝ちができる可能性があるね。何ダダリンって聞いたことないんだけど。どんな子？あ、なんか、こういう感じのポケモン、おった気がするけど、進化系かな。もしかすると。お、今度は効果抜群とかじゃなかった。何タイプ？別にゴーストに白ですな。ゴーストタイプに効果抜群っていうわけではないってことか。は？ほんとや。白ですな。砂の城ってこと？え、この子ってさ、あの、地面タイプとかじゃないの？違うの？アシレーヌハイドロポンプ。ほらほら、効果抜群。ですよね。砂って言うもん、自分で。雪目の子。雪目の子？氷タイプ？あ、ぽいね、ぽいね。よし、ということはだ。あ、関係ないか、別に他。ピカチュウ？ピカチュウは？氷タイプに電気は効かないの？水にだけ？まあいいや、とりあえず、おいでピカチュウ。この子最後のポケモンやっけ？一応必殺のピカチュウとで行ってみよう。うわ、急所に当たったよ。結構効いた。よし、行くよ。あ、最後じゃない。もう一匹おるんか。よし、行くよ、ピカチュウ。いいね、いいね。ほっぺたがテカテカしよった。さあ、行くよ。全力の Z 技。ゴー！必殺のピカチュウと。ドーン。あ、別に効果抜群じゃないね。氷には効かんってことか。いや、効かんわけじゃないけど。フワライド。フワライドは飛行タイプも入っとんじゃない？ってことはピカチュウでいけるはず。よし、来い。ゴースト飛行って言ったよね。ほらほら、効果抜群だらけ。ピカチュウ10万ボルト。うわ。
微妙に残ったよ。マジか、効果抜群なのに。しかもレベルも差あるでしょ。よし、行くよ。回復された、なんてこと。仕留めようと思ったのに。ピカチュウ、ああ、雷が当たらねえ。クソ、行くよ。ピカチュウ、ボルテッカー。よっしゃ、一発、効果抜群。なんだなんだ、誘惑。巻き込まれたよ。ああ、ピカチュウ、ピカチュウ、反動でやられてしまった。クソ。アサルラちゃん、お口あんぐり。ってことはピカチュウはもうやられてしまったのね。クソ、あと一人なのにピカチュウなしで。次何タイプやろ。わあ、私が勝って新しいチャンピオンになるって。もくろみ、こっぱみじん。ごめんねー。通してもらうよ。ポケモンはあれやったよね。やられたら、体力1残して回復とかじゃなかったよね、確か。普通にもうゼロで瀕死や。うわぁ。よし、じゃあ、あと一人はピカチュウ抜きで頑張ります。ここで水タイプやったら笑うけど、草タイプか。おーし、行くよ行くよ。誰？さて。勝利の風が吹くのは、あなたと私どちら？誰なの？初めて見るんですけど、あなた。うわ、なんか超かわいい。あ、でもなんかこれ、右回りでいとったらいきなり誰になっとったよね。ちょうどお家になってくれてありがとう。はじめまして、私カヒリと言います。数年前、私も島巡りのチャンピオンになり、ポケモンとゴルフを極めるべく世界を巡っておりました。そんな時、生まれ故郷にもポケモンリーグが作られると聞き、アローラのため舞い戻ったのです。私の自慢のパートナーは飛行タイプのポケモンたち。飛行タイプか。ピカチュー、戻ってきて。飛行タイプのポケモンたち、とくとご覧あれ。あ、私アイテム持っとったかな。もうめっちゃなんか、ゴルフする気満々やろ。絶対なんかちょっとこうパターで入れてやるみたいな。してんののカヒリ。光って言いそうになるよ。お、エアアームド。よし、行くよ。ちょっととりあえずまず、アイテム、アイテム。バッグ。そして、は、これは持っていないのか。ないじゃないか。なかった。ということはもう仕方ないね。これで。何タイプが効果抜群他。うわ、ここピカチュウじゃないとダメなんじゃないの？くそ。ルガルガンでいこうかな。一応ルガルガンは効果ありが。ね、全体的に効果ありやし。いけ、ルガルガン。さあ行くよ、ピカチュウの代わりに頑張って。はあ、効果抜群なんですけど。効果抜群なんですけど。よし、ここは、いや、いきなりずっと技はちょっとやめとこうか。おし、ルガルガン噛み砕く。そう、微妙に残りやがった。あれかな、飛行タイプっていうよりは何タイプっていうの、あれ、鋼タイプ？鋼タイプが、ルガルガンに効果抜群ってことかな。おし、オッケー。さあ、次は？お、カイリキーがレベル76に上がった。バルジーナ、全然知らないんだけど、誰？どんな子？あ、かわいい、かわいい。この子って多分、多分何かしらの進化系かな。うん、多分やけど。よし、キオルガルガン、岩石封じ。イエーイ、効果抜群。あ、そっか、飛行タイプに岩タイプは効くのか。ってことは全然ルガルガンでいいんだね。急
急にちょっと強気になってきた。ドデカ橋。一体どういう状態かと思った。あれ、口じゃないわ。目かと思ったら鼻の穴なんやね。でかくね。おーし。ちょっと余裕になってきたよ。踊り鳥最後。気候何タイプ？炎か。いくよ。ルガルガン、ストーンエッジ。あ、Z 技使えばよかったね。まあいいや、やっつけたから。お、クロバット。あ、そっか、最後の一匹じゃなかったんや。よし、ってことはここで出そうか。Z パワー。さあ、行くよ、ルガルガン。岩タイプの Z 技。Z パワーを体にまとった。そして解き放つ全力の Z 技。ワールズエンドフォール。いけい。ペタンと。へい、効果抜群。これ多分最後の一匹やったやろ。イエーイ。四天王として悔しいですが、あなたたちの強さ、本物ですね。ありがとう。何、握手？おお、これで4人ともクリアしたよ。ちょっとピカチュウがおらんくなってどうしようかと思ったけど、ルガルガンいいね。あなた、アローラに新しい風を吹かせてます。うさんくさかったけど、福井博士の誘いに乗ってよかったです。うさんくさかったって、なんかさっきまで結構ねえ、地元に貢献したい的な、なんか良さげなこと言おったのに、最終的にはうさんくさかったのね。さあ、これで何？チャンピオンになれたの？私。ん？福井博士がいらっしゃらない。そしてどこかへ飛んでいくのか、これ。一応四天王倒したよ。あ、外に出るんかな、これ。どこ、これ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。